前ほどの馬はいない。走れ。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。血まみれだ。誰か殺されたな。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。Thank you.
お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。
ものばかりです。品揃えが増えました。素材が足りないようですね。また頼むぞ。どうかご自愛ください。さあ、うちの道具を見ていってください。そうだな、お侍が生きてる。ここで良い知らせをお待ちしてた。ご遠慮なくご覧ください。酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。一族の夫、この酒蔵氏、生き残りは足立様の嫁子だけだ。大迫様か、あれは逆らってはいけないよ。でも誰かが裏切った。役立つものばかりです。諦めてたまるか。もう子供を見つけたら地獄に送ってやるんだ。ご遠慮なくご覧ください。侍様、お譲りいただけるものはございますか。これほどの品はありません。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。またいつでもいらっしゃってください。七平原杉笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか。杉笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。酒井仁か。龍造、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。
駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくだされ。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。やるじゃないか。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ駒田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。
車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎だまめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。あ、足が痛い。欲しい。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい、心臓、俺だ。お前ら、竜頭様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。それが戦ってもんさ。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所で落ち合おう。承知した。